マラトンの戦い、マラトンの戦い、マラトンの戦い、記号、は、紀元前490年に、キリシアのアッティカ半島東部のマラトンで、アテナイプラタイア連合軍がアケメレスアサペルシアの遠征軍を迎え撃ち、連合軍が勝利を収めた戦いである。西方への勢力を拡大しつつあったペルシア王国は、イオニアの反乱を鎮圧し、エーゲ海東岸から、 黒岸の諸都市を攻略した。これらの地域の都市国家を征服した後、ペルシア王国がギリシア本土へ侵攻してくることは誰の目にも明らかだったが、ギリシアの都市国家はこれに対して有効な手を打つことができず、陸軍国スパルダは多い継承問題を抱えて内紛を起こし、同じ海洋国家であるアテナイとアイギナはペルシアに対する路線の違いと、 利権争いで相互に略奪を繰り返すありさまであった。ダレーオス一世の命を受けたペルシア王国の司令官ラティスおよびアルタプレネスは、ヘロドトスによれば600隻の艦隊でキリキアを出立し、途上キクラデス諸島の都市国家ナクソス島、デエロス島、エウボイア島のエレトリアを陥落させつつ、アテナイに迫った。ペルシア軍は、 騎馬部隊の展開しやすい場所であるというヒッピアスの助言によってマラトンに上陸したとされるが、当の騎馬部隊が戦闘で全く活躍していないことから、ヒッピアスはかつて父ペーシストラトスと共にアテナイに帰国して成功した時のルートを通って演技を担ごうとしたとする説もある。また、当時アイギナの略奪行為によってファレロンワンを完全に掌握できなかったアテナイが、 マラトンを国会沿岸部への輸出中継地としていたことから上陸地として選ばれたとする説もある。ペルシア軍の動きを察知していたアテナイは、ミルティアレスをはじめとする10人の将軍を選出、プラタヤからの援軍と合流した重装不評部隊をマラトンに派遣し、スパルタにも援軍の使者を出した。ダレーオス一世の命を受けたペルシア遠征軍は、 ヘロドトスによれば3段海戦600隻によって輸送されており、兵力の推定は2万以下と考えられている。遠征軍はスコイニア湾に上陸し、軽装不評、重装不評、騎兵を展開し、中央部に主力を配して陣を張った。対して、アテナイ兵約9000、プラタヤ兵約600の連合軍は、マラトン南部の街道から侵入し、 同地のヘラクレス神域に布陣して、ペルシア軍と対峙した。アテナイプラタイア連合軍を指揮していた将軍たちは、ここで会議を開いたが、スパルタからの援軍を待つか戦闘を行うかで意見が割れた。しかし、ミルティアデスは、ポレマルコス・アルコン、軍事長官に就任していたカリマコスを口説き落として、主戦論を押し通した。全軍の官は人の将軍が日替わりで、 就任していたが、ミルティアデスは、自分の総指揮官の順番が回ってくると、ペルシア軍との海戦に踏み切った。早朝、ほぼ全軍を重装不評で固め、左右翼にカリマコス率いる主力部隊を、最左翼にプラタイアの主力部隊を配置したギリシア軍は、ペルシア軍に総攻撃を仕掛けた。当てないプラタイア連合軍は、敵陣と同じ長さの戦線を確保したため、 中央部はわずか数列の厚みしかなく最大の弱点であった。しかし、ペルシア軍の戦法を知っていたミルティアデスは、ペルシア軍に駆け足で突撃するという奇襲戦法を用いた。これについては、といった説が提唱されている。この行為をペルシア軍は自殺行為と侮ったが、白兵戦に持ち込んだギリシア軍は重装不評密集陣を駆使して長時間にわたって、 戦い抜いた。戦線を拡張したため、数列しか編成されなかったアリステーデス率いる。中央軍はペルシア不評に押し込まれたが、両翼は十分な厚みを持っていたため逆にペルシア軍を敗走させた。両翼の軍は敗走する敵を追わず、そのまま中央部のペルシア軍を包囲して壊滅させ、撤退する敵軍を追撃した。この時、 カリマコスを含むギリシア軍の死者192人に、対してペルシア軍の死者は6400人に達したとされる。また、ペルシア艦艇7隻が打破された。スパルタの増援役2000人は、出発してからわずか2日で、アテナイに到着したとされる、アテナイスパルタ間の距離は200キロ以上が、これは全てが集結した後であった。マラトンの勝利は、 アテナイに大きな自信を与えた。マラトンで戦った市民軍はマラトーの魔界と呼ばれ、アテナイ戦士像の理想となり、古典期の陶芸芸術のモチーフとして大きな影響を及ぼた。また、プルタルコスによれば、エウクレス、ユケルズなる兵士が完全武装のままマラトンの戦場からアテナイまで走り、我らカテリとエウアンゲリオン、良い知らせを告げて絶命したいう。これらは、 後世の創作である可能性もあるがこれをもとに第一回近代オリンピックではアテナイマラトン間の走行競技が行われたアテナイは遠征軍を撃退したことによってペルシア融和政策を完全に放棄し紀元前488年頃には選手残党のヒッパルコスヒッピアスの友人であるが選手政治には加担していないが当編追放され翌年には マラトンの戦いで、ペルシア軍と内通し、盾で、合戦の合図を送ったとの風説が流れたアルクメオン、系、ペルシア優和派の一族の中心人メガクレスがやはり、当編追放された。奇襲戦法を思いついたミルティアデスは、この勝利で自信をつけたのか、パロス島遠征を決行するものの失敗する。当編追放にはならなかったが、市民を欺いたとして、 高額の罰金を支払わされ、さらにそのショックで戦傷が悪化し、死亡したという。プルタルコスによれば、アテナイ人は、マラトンの勝利を、ペルシア戦争の終結とみなしたが、一人、テミストクレスのみは、これを新たな闘争の始まりと看破したとされる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。